はい、皆さんこんにちは、林です。突然なんですけど、皆さん SNS やってますかっていうね、ちょっと質問投げさせていただきました。SNS といっても特にインスタグラムになるんですけど、ハッシュタグ無印良品っていうのが一番投稿されたハッシュタグだったらしいんですよ。っていうぐらい、あの無印のアイテムって結構 SNS で話題になりがちなんですけど、まあ僕もね、インスタやり始めて、まあ1年近く経って、まあやっぱりね、インスタでのこう無印良品のね、アイテムを紹介するとね、やっぱり反響がいいっていうのはありますね。ってことで、今日はですね、インスタとかで話題になった無印アイテムっていうのを僕がね、持っているアイテムの中から5つですね、もうこれは SNS でバズったんだよっていうものをね、ご紹介しようかなと思います。特にね、定番のアイテムから新しいアイテムまでね、全部ね、結構あのいろいろ混ぜて紹介しようかなと思いますので、まあ、今後ね、あ、これって結構人気商品だったんだっていうね、意外なものもね、あるかなと思いますので、ぜひね、動画最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速詳細いってみましょう。はい、ってことで今日はですね、SNS 特にインスタグラムで話題になっている無印アイテムを5つピックアップしてご紹介しようかなと思います。ではまず1つ目からご紹介するんですけど、こちらですね。はい、新商品です。ミシン目入り結束テープっていう190円で買えるものなんですけど、まあ、例えばケーブル類ですよね、配線とかケーブルをですね、この結束テープを使うことで綺麗にまとまるよっていうアイテムになります。で、実際にね、開封しているテープがあるのでそちらをお見せするんですけど、こんな感じですね。ロール状になってまして、これマジックテープなんですよ、ここが。で、さらにいいのが、こう決まった間隔でミシン目が入ってまして、まあ、なのでハサミとか使わずにこんな感じでちぎることができるっていうのが結構嬉しいんですよね。はい、こういう風に折るとこんな感じでちぎって使えちゃうので、ハサミも不要ですっていう感じですね。こういう風にちぎった結束テープはですね、まあ、例えばちょっと今有線イヤホンがあったので持ってきたんですけど、こういったケーブル類ってやっぱりどうしてもまとめる時って大変じゃないですか。まあ、僕もですね、デスク下の配線とかすごくごちゃっとしていたんですけど、この結束テープを使って綺麗に整えてるんですよね。まあ、例えばこういったケーブル類を、この結束テープを、マジックテープの部分を表にすることで綺麗にまとめられるっていう感じですね。まあ、なのでこれはですね、本当に配線周りがごちゃっとしている方だったりとか、まあ、例えば普段の充電ケーブルですよね、ああいったものをきれいに整える際にすごくね、使えるアイテムになりますし、まあ、さっきもお見せしたんですけど、ハサミいらずでミシン目が低間隔こう入ってますので、ハサミを使わずにちぎれるっていうのも非常にいいポイントだなと思います。で、さらに190円というコスパの高さですよね。これはですね、インスタでも僕ご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。てことで1つ目はこちらのミシン目入り結束テープ、これが190円で購入することができます。はい、では次2つ目はですね、こちらリップクリームなんですけど、薬用リップクリーム、メントールっていうものになります。はい、まあ、リップクリームですね、こちらがですね290円で買えるんですけど、これもね、結構インスタで話題になってて、まあ、やっぱりこの見た目ですよね、無印らしいこのシンプルな見た目と、あとこのメントールがですね、本当に、まあ、これからの季節もそうなんですけど、こう唇にこうやってつけるともうスーッとした感じで結構爽やかな、使い心地なんですよね。で、使う時もこんな感じでもう出しちゃえばいいので、まあ、これもですね、まあ、スタンダードなタイプで使えるかなと思います。まあ、これはやっぱりね、この見た目とやっぱりこの使い心地ですよね。僕も本当に 2,3 年ぐらいずっと愛用していたんですけど、やっぱりね、これをつけた瞬間唇がですね、スーッとする爽やかな気持ちになるので、まあ、そういったところがまあ人気の要因なんじゃないかなと思っております。まあ、290円で買えるのとすごくコンパクトなので、まあ、ポーチの隅に入れていても全然邪魔にならないので、ぜひ買ってみてください。ということで2つ目はこちらの、リップクリームですね。実は無印ではリップも売っています。これがね、290円で購入することができます。はい、では次はですね、紙を用意してこちらです。水性サインペンですね。僕は今黒しか持ってないんですけど、これ結構色の種類豊富で、はい、こんな感じでホームページ上ではたくさん種類が豊富になってます。まあ、特にやっぱりあの高校生とかですかね、はい、学生さんがすごくね、買われるっていうところで人気なんですけど、まず人気の一つ目は、まあ、この見た目ですよね。すごくこう可愛らしい見た目をしていて、ロゴがないので、まあ、このシールを外してしまえばもう色だけ目立つっていうところですね。やっぱりこのシンプルな見た目っていうところがすごく人気の秘訣になってるんじゃないかなと思います。あと価格120円で購入できますし、書き心地もすごくね、いいんですよ。
なんかこんな感じでなんか名前変えちゃったんですけど、はい、滑らかに書くことができるので、まあ、そういったところがやっぱり人気の秘訣になってるんじゃないかなと思いました。あと色の種類の豊富さですよね、まあ、さっきも見ていただいたんですけど色の種類が豊富なので本当にねこう絵を描いたりとかもねできますので、まあ、そういったラインナップの豊富さっていうのもまあ人気の秘訣になってるんじゃないかなと思います。120円とめちゃめちゃ安いですし、まあ、サインペンってね本当にたまに使う瞬間があるんですよ。まあ、なので僕は黒を買ってるんですけれども、まあ、そういったあのシンプルな文房具が欲しいという方には非常にお勧めしたいアイテムになるかなと思います。ということでこちらですね、3つ目は、水性サインペンですね。これが120円で購入することができます。はい、では次4つ目と5つ目なんですけど、あの、まあ、4つ目として1つでカウントさせていただきます。それがこちら、2年前の7月2020年の7月ぐらいから無印良品で給水サービスっていうのが始まったのをご存知でしょうか。こちらであの過去の動画でご紹介しているのでぜひねチェックいただきたいんですけど、無印にですね給水器が置いてるんですよ。でそれ専用のボトルになります。はい、ボトルはですねあのお金を払って買わなきゃいけないんですけど、別にこのボトルだけじゃなくて、まあ、自分で持ってるボトル何でもいいです。そこに水入れられるんですよね。っていうところでまずこの水のシンプルなボトル持ち運びがすごく便利っていうのと、あとすごくなんていうんですかね、こう水って書いてあって逆にこれ無印っぽくないなと思うんですけど、これに使える粉末で溶けるお茶があるんですよ。それが結構 SNS で話題になってて、これ新発売の、はい、マイボトル用の緑茶になります。ちょうどこれが 300ml 入るので、この水の中に粉末状のお茶を入れることでこれがお茶に変身するっていう感じですね。あの黒豆茶とか売ってたんですけど、最近アールグレーだったりとか緑茶っていう新しいね味もね出てきて、結構ねラインナップ増えたなと思っています。これを開けると、はい、こんな感じで粉末状のお茶が入ってまして、もう使い方非常に簡単です。キャップを開けてこのお茶をですね入れるだけ。開いたので粉末を入れていくと、これ水にさっと溶けるんで本当にねすぐにお茶が飲みたい時にはこのボトルで給水をして、この緑茶のですね粉を持っていくだけでいいと。そして蓋を閉めてあとは振るだけ。はい、これで緑茶完成です。めちゃめちゃ簡単で、ちょっと飲んでみますね。味をチェックしてみます。うん、あ、めちゃめちゃ美味しい。あの緑茶の中でも特にあのコクのある濃い緑茶ですね。もう抹茶に近いような味がします。いや、これがこの粉末でできるっていうのはすごくいいですよね。この粉末ですね、緑茶390円なんですけど10袋入ってるので1本あたり39円なんですよ。まあ、なのでボトルとあと水はですねぶっちゃけ家の水でもいいかなと思うので、それをね例えばこんな形で職場にだったりとか持っていけば、もう緑茶ですね、濃い緑茶、本当に抹茶のような緑茶が楽しめちゃうっていうところで、これは結構いいですね。これ後ほどまたインスタとかでもねちょっとご紹介しようかなと思います。てことで4つ目はこちらのお茶ですね。はい、お茶というかマイボトルと、緑茶のこちらの、はい、組み合わせなんですけど、これもですねやっぱり、まあ、女性の方ですね、あの OL さんとかに非常に人気なアイテムになってるかなと思います。はい、では次最後のアイテムはこちらです。何度か動画でもご紹介したんですけど、背当てにもなる柔らかマルチクッションっていうものですね。これがねやっぱりね SNS でもこのもちっとした感じがね非常に人気になってるかなと思うんですけど、まあ背当てにもなるっていう名前の通り、まあ僕の場合このソファーに座ってこんな感じで背当てとしても使ってますし、はい、こう足のね上にこうやって置いて、あのこうやってリラックスしたりとか、あとはここでこうゲームとかもしたりしています。やっぱりこの見た目がね非常に可愛らしいっていうところで、まあ、特に女性の方に人気なのかなと思うんですけど、色がですねこちらのベージュとあとグレーの2色があります。で僕はですねやっぱりこれを買った理由としては、はい、ソファーをですね 2,3 ヶ月前に無印のソファーに買い替えた時にやっぱりねこのベージュの色に揃えたいなと思ったので、まあ、それも合わせてこちらのクッションを買ったんですけど、やっぱり非常に気持ちいいので、もうこれはですねやっぱり女性の方はやっぱりこのもちっとした食感とこの見た目可愛らしい見た目ってところでまあ人気が出てるんじゃないかなと思います。まあ、ただですね一つ欠点を挙げるとすると、これカバー取り替えできないんですよ。まあ、なので汚してしまったらねちょっとどうやってクリーニング出そうかみたいな、もうクリーニングに出すしかね方法ないんじゃないかなって思うんですけど、まあ、そこがですね唯一欠点かなと思うので、
まあ、今度ね出るとすればカバー取り替えられるとか、この上にさらにカバーつけられるみたいな感じで商品が改良されると、まあ、さらに人気出るんじゃないかなと思います。ということで最後はこちらの背当てにもなる柔らかマルチクッションですね。これが2990円で購入することができます。はい、ということで今日はですね、SNS で話題になっている無印アイテム5000ということで、まあ、特にインスタでですね話題になっている無印の、ね、商品というのをピックアップさせていただきました。まあ、やっぱりねインスタと無印結構ねインスタって女性の方が多いのですごくね見られるっていうのと、まあ、コスメとかもあるんですけど、まあ、暮らし系の発信ですね僕も含めなんですけど結構している方多いかなと思いますので、まあ、ぜひねインスタも僕のインスタもですねぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね SNS で話題の無印アイテムということでご紹介させていただいたんですけど、まあ、普段からシンプルライフを軸に動画作っておりますのでぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。で散々今日言ったんですけど SNS のねインスタのアカウント無印林と調べていただくと出てくるのでぜひチェックよろしくお願いします。ということで今日はですね動画以上になります。また次回の動画でもお会いしましょう。それではバイバイ。